なんかちっちゃい時その行った時はなんかブーケトスとか確かあったの。ブーケトス参加したくてさせてもらったんだけど、まあ、なんかその未婚の女性お集まりくださいって時に、まあ、ちっちゃいピカがイエーイって感じで行こうとしたら、ママミーがピカの肩をこうやって止めて、あんたブーケトス参加していいけど絶対取るんじゃないよって言われて、そう、え、なんでみたいな感じになったけど、もう多分他の人がいいだろうからってことなんだろうね。確かあれブーケトスキャッチした人が次に結婚できる人みたいな感じ。ブーケを受け取る人が実は決まってるパターンもある。あ、そうなんだ、初めて知った、そういうのもあるんだ。へえ、でも結婚式ってなんか高いらしいよね。なんかね、すごい高いらしいよ。え、結婚式でいくらぐらいすんの？やっぱ高いんだ。300から400。へえ、多分ここで聞いてもわからんぞ。あ、ごめん。そうだね。そうだね。ごめん、ごめん。みんなに聞いてもわからんか。そうやな。聞くところ間違って。